はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル99です。今日ねご紹介したいアイテムはこちらですね。バハマですね。なんかねこれ絶賛墜落中とかなってですね、まあ、すごいこう空中でやり取りしてるっていうね、まあ、シーンが描かれてるアートワークなんですが、プレイたちはですね銀行強盗してるんですね。銀行強盗してすごいもうお金をザクザク持ってて、さあ逃げるぞって逃亡してる途中に飛行機がね調子悪くなってね落ちちゃうんですよね。でこれまた困ったなということを見てみると、パラシュートが人数分ないと、お前のパラシュート俺によこせよっていうやり取りをしていって、うまく持ってる人だけが現金とともに逃げられると、こういうですね非常に変わったテーマのゲームとなっておりました。というわけで今回ですねバハマをご紹介したいというふうに思います。はい、というわけでですね、こちらバハマですね。まあオープニング見ましたので、ね、銀行強盗なんですね、プレイヤーたちってね。で、まあお金を持って逃げたいわけなんですけど、飛行機が墜落してるってんですね。これは困ったということで、パラシュートをなんとかこう自分のところに持って、それで避難すると。で、これが避難できたプレイヤーの中で最もお金を持ってるプレイヤー勝ちと。まあなかなかすごいシステムとテーマになっておりました。で、当然お分かりかと思いますけど、パラシュート人数分絶対ないんですよね。絶対人数分ないというところが魅力のゲームでございました。まあ早速ね、中に上げていきたいというふうに思います。はい、ゲームの中身ね、こんな感じになっているわけですけども、各プレイ銀行強盗なんですけども、こういうね、はがきより大きい、すごいサイズのアートワークのデザインのキャラクターカードですね。まあランダムで持ってまして、全員ね、特殊能力持ってるんですね。他人から奪えたりね、お金をたくさんもらえたりって、まあかなりここ派手な能力なんですけども、まあ、これがあるっていうキャラクターカードと、まあ、当然お金カードですね。これが最終的に一番多く持ってる人は勝ちなわけですけど、ここのね、数字もね、結構幅があったりするので、なかなかこれも無駄になりませんが、お金カードっていうのと、プレイするためのアクションカード一式、それと最初に言いましたパラシュートカードですね。これ人数で調整されるんですけどね。これと問題が偽のパラシュート開かないというやつがあったりします。プラスゲームの終了トリガーになる墜落もダメだっていうね、飛行機が落ちちゃうってカードと、実はプレイヤーの中に捜査官もいるんですね。これ FBI っていうカードがありたりします。で、このゲームね、プレイそのものは大豆を使ってプレイするので、ここね、特殊なサイコロが一式と、こんな感じになっておりました。はい。で、こちらで試しにね、4人用ですね。1人、2人、3人、4人ね、4人をちょっと出してみましたけど、まあ、お金のね、さっき言った札束のね、このカードを一定枚数と、アクションカードですね。まあ、ここに特殊なね、効果がいっぱい書いてるんですけども、これを一定枚数もらってるという感じですね。で、これ、プラス、人数に応じてさっきのパラシュート、4人だと厳しくてですね、パラシュートが2つ、偽のパラシュートが1つ、つまりパラシュート2個しかないですね。あとは FBI ネットが1人と、こういう形になってて、これをランダムで、配ってるから誰がパラシュートを持ってて誰が FBI 捜査官かは分からないと、こういう仕掛けになってました。で最後のねこの墜落っていうカードがまあ一定の条件に従って一番ゲームのこのね山札の下の方に入ってますんで、これがねある一定とこまで進むと墜落カードが出てきてゲームが終わると、この時にパラシュートを持っているでしょうか、あるいは FBI 捜査官として逮捕してますかと、まあ、こういう流れになってるゲームですね。もちろん脱出できたら一番お金を持ってる人勝ちと、こういう感じなんですよね。でシステムそのものはですね非常に分かりやすくなってまして、まあスタートプレイヤーでいるわけですけども、これ人数引く1ですね、基本ね、これを振るんですね。で振るとこの中からアクションを1個選んで、まあ大勢のものに関してはアクションカードを引くとか札束を引くとか自分の特殊能力を使うとか、まあ、そんなことが基本書いてます。でこれを1個選んで選ぶと、じゃあ私これでアクションカード引きますってやったら、この人がじゃあ次キッカさんどうぞ、このキャラクターの名ね、キッカさんどうぞって言うと、キッカさんがじゃあ私これをするわって言って、これだったら他人からお札を盗むっていうねカードなんで、ごめんなさいねって言って盗む。でじゃあこのキッカさんの方が次のこのニックさんね、これ彼ニックなんですけど、じゃあニックさんどうぞって言うと、ニックさんがじゃあこれ選ぶ、これはキャラクターの特殊能力を使うっていうので、じゃあ俺ニック特殊能力使うぜって言って、他人のプレイヤーの手札を全部見るとか、ふむふむふむ、お前はあれなのかみたいなことができると。これで終わりなんですね。今度何もやってないですよね。今度何もやってない人が絶対出るんですけど、何もやってない人が次のスタートプレイヤーになって振ると。振るので自分で選んで最後の効果を使う。で、この彼女がさっきはまあ俺のカード見やがったからじゃああんたダメだって言って違う人を選ぶ。じゃあバットどうぞって言ってバットが選んで取る。じゃあ次のやつはじゃあキッカどうぞってキッカが自分特殊能力を使う。で、この人がまた使えてないのでこの人の番になってまた振ると。これを繰り返していくゲームですね。基本的にはサイコロを自分のところで残ってるやつを1個取る。これのほとんどのやつはアクションカードを取る、お金を取る、他人からお金を奪う、他人からアクションカードを奪う、
特殊能力を使う、まあ、これが入ってるだけなんですね。でこれをやっていってこれがだんだん減っていきますね。さっきね墜落が出た時にゲームが終了するとこういう仕掛けになってるゲームでございました。でこの中にはですねいくつかやっぱポイントがあってやっぱ特殊能力バンバンなんですよね。でこのアクションカードじゃあいつ使うのかってこのアクションカードねいつでも使えるってことになってるんですね。他人からバーとしたらあダメだそれはキャンセルだとか何かをしようと思ったらいやそれ俺がやるんだとかダイスを使おうとしたらいやいやそれ俺がダイスを使うぞみたいな特殊カードの能力がバンバンに入ってるのでこの中のカードの能力はかなり派手ですっていうのとあとこのキャラクター能力によってかなりゲーム流れが変わってくるのでいっぱいいますからね。例えばこのジョーだとこのアクションカードの上から3枚見て1枚好きなの取れますよとかこのピエロだとちょっとお前の札全部見せろよって言ってこの中身を全部見て1枚を捨てさせてその中からさらにあとランダムで取るとかね人の金を奪うとかかなりこの能力は派手なんですね。なのでこの能力が何を持ってるかっていうとアクションカードの組み合わせっていうのを従ってかなり派手にお金が行き交いするっていうゲームになってました。でポイントはお金をいくら取ってもですねこのアクションカードのねこれ背面から見たら分からないと思いますけどこの中にパラシュート混ざってるんですね。パラシュート持ってない人は必死ですよね。パラシュートないとね生きていけませんからね。なのでこのお金は取りたいでもパラシュートがないと生きていけないっていうこの2つの要素が入ってるっていうところがこのゲーム面白くできてるところなんですね。プラスさっきの FBI 捜査官っていうのありましたよね。FBI 捜査官のやつってこれなんですけど FBI 捜査官が持つ3種の神器みたいなやつがあるんですね。この中に3種の神器を FBI 捜査官が集めて終わればその瞬間 FBI 捜査官が勝つんですね。でも FBI 捜査官以外のプレイヤー今度関係ないですね。脱走しようとしてる今度逃げようとしてるだから FBI 捜査官以外の人には全く不要なカードなんですね。なので他人の不要なカードをうまく抜いていって FBI として完成するか必ずこの中には例えば4人だったらパラシュートが2個偽のパラシュートが1個 FBI 捜査官1なんで2人しか普通に行くと助からないんですね。ここのところの助かるか助からないかっていうパラシュートのやり取りと同時にそれはそうとてお金は欲しいっていうやり取りここのところがなかなかね面白くできているんじゃないかなと思います。このゲームの方はある程度人数がいた方がわちゃわちゃ感がいて楽しいと思います。まだまだパラシュートもありますし当然偽のパラシュートもあるのでこれがまあ行ったり来たりするというのはかなり派手な流れになるかなと思います。で実はこの中にはパラシュートでなくって救命ボートのようなパラシュートじゃないけど助かるっていうね飛行機からこれ持って飛び降りるの相当すごい勇気いると思いますけどもなんていうカードもあったりしてアクションカードを引いていくことによっても助かるということがですねゲームになってました。でもねプレイはさっき言いましたよねここがね人数引く1になってるのでこれ選んでじゃあこれ選ぶからアクションカード引くわじゃあどうぞって言ってバットの人がじゃあ僕もこれ引くわじゃあ次の人どうぞじゃあキッカーなんでじゃあキッカーってお前からくれたけどごめんねお前のお金奪うわなんていうのをやるとやってない人の手番になるので配るこれをやっていって一定の割合で下の方に入っている墜落カードが出たら終わりとこういうシンプルな仕掛けになっているゲームでございました。はいということでですねバハマをご紹介いたしました。いやーこの手のねこのバチャバチャするタイプのゲームねいいですよね。人数5人ですね非常に盛り上がってくるタイプのゲームはもう間違いないっていうこととこの手元を見た時に、ね、パラシュートがない時のこのショックねもうお金関係ないですからね生きていけるかどうかですからね。で今度逆にパラシュートを手にすると生きれるんだと思うと同時に欲が出てくるんですね。今度金取っていかないと勝てませんからねこの辺のむちゃくちゃさ加減とさっき見ていただいたように圧倒的にパラシュート足らないんですよね。しかもその中にはもうパラシュート俺関係ねえから FBI だから俺も逮捕すればいいやなんて思ってる奴もいるわけですよね。相手のカードを見れることができるんでその辺を暴くこともできるわけですが気がつくとおいあいつ FBI じゃなくなってるぞなんていうこともあるのでこの辺がなかなか油断ならないパーティー系のゲームになっておりました。まあこの辺のねわちゃわちゃできるってやつはいいですよね。でやっぱりあとちょっとだけ気になりますとあのキャラクターのねスペシャル能力結構強いんですね。何が起きるかっていうのは結構細かいことを書いてあるのでゲーム開始の前の時にはランダムでこうキャラクターカードくれますけどもくれたらですね私こういう能力持ってますよっていうのは一番最初にまあいい加減大きいねカードのサイズで書いてますけどもお互いのところどんな能力を持ってるかっていうのを会話し合ってですねその後あなるほどね君はこういう能力なのかなるほど彼女はこういう能力なのかっていうのは把握してからねゲーム開始した方がいいんじゃないかななんていうふうに思います。はいというわけですね墜落する飛行機の中からいかに安全にそしていかに大量のお金を持って逃げ出すかというゲームですねバハマをご紹介いたしました。ザ・ゲームやチャンネルのある99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。